メディアによりますと、発熱や呼吸困難などの症状を訴えるウイルス性肺炎の感染が先月、湖北省の武漢で確認されました。患者は59人に上り、うち7人が重症です。今のところ、人から人への感染は確認されておらず、当局は重症急性呼吸器症候群 SARS の可能性で発生している肺炎の原因とみられる新型コロナウイルスが日本国内で初めて確認されました。関係者によりますと、昨日までに中国の武漢から日本に入国した男性が肺炎の症状を訴えました。その後、国立感染症研究所のウイルス検査で新型コロナウイルスの陽性反応が出たということです。日本で新型コロナウイルスが確認されるのはこれ。保健機関は先ほど、新型コロナウイルスの感染拡大で国際的な緊急事態を宣言しました。スイスのジュネーブで行われた3回目の緊急委員会での決定を受けての発表です。ただこの宣言は中国への不信任投票ではないとしていて、中国との貿易や旅行を制限はしません。また WHO は新型コロナウイルスが衛生環境の良くない地域に広がることへの懸念も示しました。すべての小学校、中学校、高等学校、特別支援学校について、来週3月2日から春休みまで臨時休業を行うよう要請します。32条第1項の規定に基づき緊急事態宣言を発出いたします。緊急事態措置を実施すべき期間は本日令和。東京都で今日新たに190人以上の新型コロナウイルスへの感染が確認されたことが関係者への取材で分かりました。東京都で今日新型コロナウイルスの感染者が新たに5人確認されたことが東京都の関係者への取材で分かりました。1日あたりの感染者数が5人以下となったのは3月22日以来です。30人以下になったのは8日連続です。また今日新型コロナウイルスに感染した7人は一部の首都圏や北海道との間も含めて制限がなくなります。一定の人数や収容率の下でコンサート等のイベントを開催して、新型コロナウイルスの感染者が1日で過去最多となる366人確認されました。新規陽性者数過去最大で366人、非常に大きい数字だと存じますね。